どうも高木です。現代の金は高効率と非効率、2つの鉱山。今から金の話をします。金といえば近年急激に値上がりしてますよね。この本の中でも3つの西暦で書かれている金の価格がこれだけ上がりましたよっていう話が載っています。2000年に 1g960円、2010年に 1g3560円、2019年11月には5828円。なんでこんなに上がっちゃったのかっていうと、一つは金の需要が高まった、でもう一つはお札がもう大量に刷られていった、それは金融緩和。でも日本の場合すごい危機感強いから、ちょこっとずつちょこっとずつ刷っていった。でお札の割合が増えるにつれて金の価格が上がっていった。この金融緩和っていうお札の量を増やしていくと、この本はドルベースで書かれてるんだけど、お札の信用価値がどんどん下がっていくんですよ。右肩下がりにうーって下がっていく。で全体として金の価格が上がっていった、そう考えるの妥当じゃないかな。ただ金や銀っていうのは当然長期的に見たら価格は一定なんですよね。まあ価値っていうのは価値は一定なんだけど、キャッシュっていうものだけはどうしても右肩下がりなんですよね。当然暴落することありますよ。その暴落って言われるのが2025年の新札発行があり得るんじゃないかなっていうのがみんなの推測だし、その時に急速に銀行がキャッシュを回収し始めて、おそらく金とか銀は暴落するんじゃないかなっていうことは考えられますよね。そんな金や銀っていうのはどんな風に今はこう回収されていくのか、それを話す動画だったりします。一つは都市鉱山です。パソコンとかスマホとかありますよね。その中に微量である金メッキとかいう微量ではあるけど金って含まれてるんですよね。そこの中から金を回収する。何も業者の方々は善意で回収してくれてるわけではなくて、その中の金や銀という希少な素材というのをリサイクルすることによって再びパソコンとかを作ってくれている。私も最近パソコンのね買い替えしましたけど、なるほどそういうことかっていう、善意じゃないんだね。その方が効率がいいから、最も効率のいい回収の方法がリサイクルなんですよね。もう一つの方法、それが海の海水なんですよ。私はこのことは知らなかった。クラウンエーテルっていう1987年にノーベル化学賞を受賞したっていうものがあるんですけど、そういうクラウンエーテルっていうそういうものがあって、それを使うと非効率であるんですよ。現代ではもうまだ非効率なんですよ。だけど海水には500万トンとも10億トンとも言われている。そんな金を回収できる、厳密には金属イオンを回収してその中から金を取っていく、都市鉱山の方がまだ効率的なんですよね。その2つですよね、都市鉱山と海水、この2つから金を回収できる。この本ね、金をね、金に対して興味のある人が読んでみると、なるほど、今の金ってそういう風に回収できるのねっていうことで、一つ違った視点で捉えられると思うので、読んでみると、はぁ、なるほどっていう感覚になりますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。